えー、時間になりましたので始めます。今日はシリーズ2024アメリカ大統領選の10回目として、現代アメリカ論、パブリックディプロマシーなどを専門とする慶応義塾大学の渡辺康教授をお迎えしました、えー。11月5日の投開票まで2ヶ月。夏の間に選挙戦の構図が大きく変化して、 民主党の候補者がバイデン大統領からカマラ・ハリス副大統領に代わって、共和党候補のトランプ前大統領と対峙します。現地時間の10日、えー、日本時間では来週水曜午前中には、ハリスさん対トランプさんの最初で、まあ、おそらくは最後になるテレビ討論会も予定されています。今日は渡辺さんから最新情勢と今後の注目点、そして今回の選挙戦から見えてくる アメリカ社会の中長期的な変化などについてお伺いできるものと思います。この後、渡辺さんから1時間ほどお話を伺います。その後、会場とオンラインからの質問にお答えいただきます。オンラインでの質問は今から受け付けますので、Q、Q&A で送ってください。申し遅れましたが、司会は日本記者クラブ企画委員で、読売新聞の大内先が務めます。それでは先生、お願いします。 さんごご紹介ありがとうございます,、えーそうですね、あの9月2日のレーバーデーも終わって、えー、いよいよ終盤戦ということで、まあ、野球に例えますと、まあ、同点のまま8回、9回のお攻防に入っているというような感じだと思います、えー、今日からノースカロライナとデラウェアで郵便投票も始まる予定ということですね。えー、それまあ今日はあの前半 えー、短期的な選挙戦の動向、そして、えー、後半ですね、あの中長期的なアメリカ社会とアメリカ政治の動向についてお話しさせていただきたいと思います。えー、まずあの、選挙戦の、ま、全米の支持率ということで、ま、レバーでも終わりましたので、えー、有権者も選挙のことを考え 真剣に考える時期に入ってきているということで、より重みを増す時期かと思います。でえー、まあ各種世論調査を見ていますと、だいたい二、三ポイントぐらい。まあ、ハリス氏がリードしているということですね。ただ、まあ、あのポイントは、やはり、選挙人で、えー、選挙人制度というのは、各種への。このウェイト配分の関係で、共和党がやや有利な形になっております。 あの例えばレッドステートのワイオミングっていうのは人口60万人で、えー、選挙人が3人割り当てられていますけどもおまあ単純に配分すればあのブルーステートのカリフォルニアっていうのは人口がワイオミングの70倍ぐらいありますので本当は選挙人200人ぐらいでてもおかしくないんですけれども、えー、まあそうはなってない実際は54人ということで、えー、共和党の方が有利になっているということであの民主党が大統領選で あのこの選挙人の上でもリードするためには大体、全米支持率においては少なくとも3ポイントぐらいはリードしておく必要があるというふうに言われておりますちなみに8年前にあの、えー、ヒラリーが単純な得票数ではあのトランプを2.1ポイント上回ったわけですけれども選挙人ではトランプが77人上回りました。 で前回2020年の場合はバイデンがトランプを4.5ポイントリードして、まあ、選挙人でもトランプを74人上回ったということですねですので、まあ、あのそういう意味で現在の23ポイントのリードというのは、まあ、ボーダーラインですねですから、まあ、どっちにでも転び得るというのが実情かと思います、えー、それで鍵になるのは激戦州なわけですけどもえっ、ー、と 非常に私がよく用いている図があるんですけども、えーそうですね、これはどこかであのご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれませんけどもあのこれは新型コロナワクチンの時の第1回目のワクチン接種率を 多いところを右,右の方に、そして少ないった方を左の方にこう並べたものです、えー。右端にあるバーモントとかハワイとかマサチューセッツっていうのは一番接種率が多かったわけですね。そして左に行けば行くほど一番左端にあるミシシッピーとかアラバムとかルイジアナっていうのは接種率が一番低かったということですね。で、そう振り分けた時、後で2020年の前回の大統領選挙でトランプに 投票した州を赤で、バイデンに投票した州を青に分けたものです。まあ、そう見るとかなりこのワクチン接種率の高程とですね、投票行動っていうのがかなり相関関係があるということが伺えるかと思います。で、あの左側の方に時々このトランプが勝った州の中にこの青い マークで記された州が混ざっているのがお分かりかと思いますけれどもこの5つの州にプラスあのペンシルバニアとそれから、まあ、ノースカンライナも最近そうらしいですけれども2つを加えた7州が今回の大統領選挙の激戦州ということになります。まあ、ノースカンライナを除けばこののの激戦州の構造っていうのは あの構図っていうのは前回と全く同じ州が6州が激戦州になってで、まあ、今回の場合はそこにノースカンライナが新たに加わってるということです。えー、とそれでここでリンクをお見せしたいんですけども。 u r 方の方に切り替えたいんですけど。 でえー、っとまあその今の7州っていうのがこんな感じになるわけですね。それで、まあ、今のところあのこれ非常に便利なサイトでシミュレーションがいろいろできるんですけども、えー、まあ単純に言うと民主党の側っていうのはこの 3つをですね、えー、取ってしまえば取ってしまえば270ギリギリいくということなのでここ、まあ、あのいわゆるラストベルトの激戦州を3つ取ってしまうのが一番の近道ということになります。うんえー、それで、えー、民主党にとっては、まあ、いろんな組み合わせを考えてみますとそれから現状の状況を考えてみますと あのやはりこうペンシルバニアは落とせないということですね、まあ、落,と落としたらもう全く道がないかっていうわけではないんですけどもあのしかしそうすると他のこの,サ,あのサンベルトの方で複数取らなければいけなくなるということはよりハードルが増すということですねで同じようなことをトランプに関して言えばあのジョージア州がそれに値するということですねですからジョージア州を落としてしまうようだとトランプからするとやっぱ相当きついあの戦いになるということで えー、このペンシルバニアとジョージア州というのが特に重要かなというふうに思っております。で、まあ、ペンシルバニアというのはあのワクチン接種率は高くてどちらかというとこう従来歴史的にもこう民主党が強かった州なんですけども、まあ、やはりあのラストベルトを抱えているということで、えー、ずっと民主党を支持してきたけどもまああの 民主党がどんどん労働者を相手にしなくなって、えー、その結果2016年の選挙で、えーまあ、トランプに寝返ったっていうですねこういわゆるトランプデモクラットもあの多くいることからあの、まあ、激戦州になっているということですね。それから、まあ、ノースカロライナーに関してはあの黒人が20%ぐらい人口に占めておりますしそれからあとあの デューク大学のあるダーラムのあたりっていうのは、えー、といわゆるこうリ,リサーチトライアングルっていうですねあの全米最大規模のリサーチパークがあります、まあ、そこには比較的こう新しい先端的なあその産業が多く進出していて高学歴とか若者層がこう流入しているということで、えー、まあ今回その景気先週になってきているということですね。で、えー まあ、世論調査をこの激戦州に限ってみますと、全くの互角というのがまあ現状かと思います。あの、かなりハリスさん追い上げてはいるんですけども、まだ、あの、党大会が終わった後のデータを見ても、まだトランプさんがリードしているデータもあって、あの、十分、トランプさんにもですね、勝機はあるかというふうに思います。 それで両陣への動向なんですけどもあのバイデンが撤退したことによってかなり両党のコントラストが明確になったかなというふうに思いますトランプの方はですね、まあ、相変わらずですけどもメイカアメリカグレートアゲンということで、まあ、要するにこう古き良き偉大なアメリカを取り戻すんだというメッセージを中心にして、まあ、特にその要するに言い換えると1950年代ぐらいの アメリカというのがいわゆるこう黄金のアメリカだった黄金時代だったとで、まあ、50年代というのは経済的にも繁栄をしていて分厚いミドルクラスがいて、まあ、今と比べれば白人の割合が圧倒的に多くてキリスト教徒も多くてそして国際的にも圧倒的な力を持っていたので、まあ、尊敬と畏不の念をこう抱かれていたという、まあ、そういうアメリカに戻ろうということですね。 でですのでで逆に言うと現状に対しての憤りとか不満というのが非常にこう色濃く出てる選挙戦かと思います。か、ね、た、えー、や、えー、ハリスの方はあの、まあ、よく使ってるセリフで言いますと「We are not going back」というですね昔には戻らないとつまりアメリカの偉大さっていうのは変化し続けることにあるんだというその特備での言葉を使えばですねアメリカの伝統は未来にあるんだというのが、うん 民主党のメッセージですでこれはあの別に突然言い始めてるわけじゃなくてあの前からバイデンの頃からずっと言ってきてるんですけどもいかんせんその白人の男性高齢のバイデンが言っても今一つ説得力はなかったとところがまあ多様なバックグラウンドを持ったあの女性のハリスが言うと、まあ、そのある種の理想的な響き理想主義的な響きを持つようになったと。 ある種のこう希望のメッセージとして受け止められやすくなったということで、えまあ、その意味であの非常にこうコントラストが出てる選挙戦になってきてるというふうに思います。でまあ鍵はあの党内を結束させてその恩恵派無党派層ですね、え特にその激戦州の そううした層を取りにに行くっていいのの今後の鍵になるかと思いますで前回の大統領選では結局激戦州の 4, 4万3,000票かな、えー、そこが、えー、勝敗を決めたわけですから、まあ、残りの2か月でも結局その4万3,000票を取りに行くためにはもう従来のスタンスから立場を変えても、まあ、背に腹は変えられないというところで結構この トランプさんも、それから、あの、ハリスさんも、こう、変説が、あの、激しくなっているのが、今の状況かと思います。で、まあ、あの、トランプの弱点というのは。あの、まあ、やはり。私は、こう、バンスと、それから、あの。コエナロバーテロバートケネディジュニアが、支持表明をしましたけれども、えー。そこが、もしかすると、その、党内の岩盤支持層にとっては、あの。 いいとは思うんですけどもその無党派層とか穏健派ということから言うとかえって遠ざけてしまうリスクがあるということですねで、まあ、当初は共和党大会のあたりまでの,あの共和党側の陣営の,あの戦略っていうのはトランプはできるだけ穏健、まあ、で寛容なあの振る舞いをしてで、まあ、言ってみれば大統領善としたですね姿を見せるとで。その代わりバンスが えそのまあ、彼はラストベルト出身ですからそのラストベルトを中心に遊説してそしてその岩盤支持層をつなぎ止めておくという、まあ、そういう硬軟まぜ合わせた選挙戦を取っていくというのが共和党の当初の予定だったんですけども実際2人は減となかなかそうはいかないようであ人間ではそう簡単に変わんないようで。あの 割とこう岩盤思想を向,けたに向いた政策が発言が多くなっているかなというふうに思います共和党の弱点というのは、えーまあ、やはり一番大きいのはやっぱ中絶問題ですね多分日本で報道されているよりもアメリカにおいてはこの中絶問題というのはあのかなりの,あのホットボタンの一種になっているというふうに思います。 逆にハリスの弱点っていうのはもともとカリフォルニアという非常にこうブ,ルーブルーステートの上院選を戦ってきて、えー、そしてあの、まあ、前回の大統領選2020年の大統領選も予備選出てますけども、まあ、そ,そういった時の発言というのが全部残っているわけですねでやはりどちらかというとこう党の中の左を向いてあの発言を戦わざるを得なかったので、えー、その時の発言 言っててきたここととととのギャップが目立ち始めているということですねあの例えばかつては国民皆保険制度を入れるんだとかあるいは警察予算を削減するだとかあるいはもうフラッキングは中止するだとかあるいはこの,あの移民の人権不法移民の人権擁護なんていうことも言ってたわけですけどもあのここに来てあのだんだんこう中東寄りにシフトしてきてると、まあ、そういうのが言ってみればこう変説というふうに受け止められると。 ここをまあどう弁明できるかというのが一つあの鍵になるかと思います。また加えてまあやはりバイデン政権での副大統領だったわけですからその連帯責任をやっぱりどうしても問われるということでまあ物価それからその特に住宅ですね住宅価格それからまあ不法移民の問題それからあのアフガン撤退ですねまあこういったことに関して どういうふうに説明弁明していけるかというのが彼女にとってのこれから鍵になるかなというふうに思いますですので先ほど大内さんからお話があったように来週大統領候補の討論会がありますけれどもまさにこうした点について関してですねお互いに付き合うとそういう挑発し合う格好になると思います。有権者が注目しているのは えー、あんまりこ細かな政策とかデータではなくて、えー、あれからファクトチェックでもなくてですねこの突っ込まれた時の対応だとかその時に見せる表情とか、まあ、そういったこうより深い次元で、えー、その双方の資質だとかあるいはこう姿勢といったようなことを見極めてくるんだろうと思います。でまあ、トランプのことははある程度もかかってますからやはり、あのー 特に重要なのはハリスの対応であり、まあ、表情であるということかと思います。で、えーまあ、過去の大統領選の討論会などでもやっぱりこうザ・モーメントといいますかやっぱりその日のニュースで繰り返し使われるような映像を残せた方がやっぱり勝者になるんだということかと思います。前回ののののトランンプとととバイデンの討論会いいうのはもううは、最初分分か20分でもう勝負ありだというふうに、 思いました、ね、だからまあ,ああいうのはああ,あ,のあんなってしまうとやっぱりハリスにとっては致命的ということになるかと思います。からまあ今後の注目点であのもう一つは、えー、経済データといいますか経済指標というのはとても重要だと思います。えー、まあインフレに関してはデータ上はかなり鈍化してきてはいるんですけどもあのやはりその有権者はまだ体感できていないと。 であの物価もやはりまだコロナ禍とどうしても比較してしまうとあの2割ぐらい高いですしそれから住宅費がやはりあの手に負えないぐらい高くなっているということですね。でまあ、今晩、えー、雇用対応が発表されますけどもあの失業率が、まあ、あのスパイクして、まあ、別に今月じゃなくてもいいんですけど来月でもまたスパイクし始めるとですね、まあ、そうするとあの景気後退感というのがあのますます 強まるとでこれはやはりインフレはまだ体感レベルでは高いままでしかも何か景気後退してるんじゃないかとなるとこれいわゆるこうスタグフレーションのように感じてしまうと、まあ、そうなるとまさにカーター大統領の時の,あの再来になりかねないということで、まあ、あの経済指標の行方非常に注目かと思いますそれからあとはまあオクトーバーサプライズですねで 国内で何が起きるかというのは分からないですけどもあの当然このどちらかというとこのあのハリスよりもトランプに勝ってもらいたいと思っている国々も少なからずあるわけで、まあ、あのそれはプーチンでありネタニヤフもそうなのかもしれませんけど例えばキム・ジョンウンだってそうだと思うんですよね。なので例えばですけども10月にあのバイデン外交がいかに失敗したかということをこう見せつけるためにですね あの核ミサイル実験を行ってそしてまあそうするとトランプがあの私が治めてた頃はこんなこと起きなかったというようなことでこうバイデンを叩いてくるとバイデンじゃないハリスを叩いてくるというようなですね、まあ、そういう意味でのオクトーバーサプライズとか、まあ、いろんなことが起こりうるんだろうなというふうには、えー、思います。でえーまあ、以上はまあ選選挙挙前に注目すすべき点なんだと思うんですけどその後のの後後当日後の あの注目点とといいいうのもいくつかかあるかと思いますで一番はやはり勝負が決着しない可能性ですねであの激戦州の,このペンシルバニアとかそれからウィスコンシンというのは、えー、州の規則で郵便投票とかそれから期日前投票というのは、えー、当日まで開票できないんですね、えー、なので遅れる可能性が大だということです。 そうすると何が起きるかというとまさに前回起きたことですけども、えー、当日投票した分に関して言うと結構トランプがリードしてると、まあ、いわゆるこうレッドミラージュみたいなことが起きてでトランプがハイバイト勝利宣言すると、まあ、しかしその郵便投票とか後になってこう開票されていくに従ってあのだんだん民主党の側が有利になってくると、まあ、そうするとあればインチキが何かが起きたに違いないというような形で、まあ、混乱が起きるとあの当時バイ,バイデンジャンプとかやりましたけども同じように。 ハリスジャンプみたいなですねことを言ってあの選挙の正当性が疑われるというようなことが、えー、あり得るということですねそれからもう一つはご,ご参考までにその開票結果の確定権限が誰にあるかっていうことを激戦州に限ってちょっと調べてみたんですけどもあのラストベルト3州3ベルト4州それぞれこ,、まあ、こういう形になっております。であの ペンシルバニアはあの共和党が州務長官を務めているんですけどもあの星印をつけたのはあのこれは共和党の州務長官ではあるんですけど任命したのは民主党のシャピロ知事なんですねそしてこの,あの州務長官自体はいわゆるこうマガトランプではないむしろトランプ政権トランプに対しては結構批判的な共和党 の州務長官だとということですそれからもう一つジョージアですね、えー、とジョージアに関してもあの共和党の州務長官ではあるんですけどもあのやはりあの、まあ、前回からの流れとも受け継ぐ形でトランプ陣営とは距離を置いているとただし選挙管理委員会でいわゆるこうマガ派の共和党議員が多数派を占めるようになったので最近 その選挙の確定する前にあのリーズナブルインクワイアリーというですねあの何かおかしいと思ったらその疑義を申し立てて、えーえー、でも構わないでむしろそれを義務化するということをあの決めましたそれであのそうすると確定するのがどん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 遅れてしまうしまあ言ってみれば共和党のとって不都合なものを確定しないということも起こりうるわけですねなので今それは係争中になっております。まあ、こういったあの こともあの今後注目を浴びるかもしれないということですね。で一般的にまあ、知事や州議会があのこういった確定権限を持っている人たちのあの決定を覆すということはあの例外的です。ただありえなくはないわけですね。でその場合というのはあの法廷闘争などに持ち込まれて、えー、裁判所が介入する可能性も高いということです。 あとはまああいろんなあまり私も長年考えてこなかったんですけど前回の選挙あたりからあの考えなきゃいけないなと思ってるんですけども仮にあの決まな1月来年1月6日にあの新しい議会がこの選挙結果を確定する選挙人のを確定するわけで前回はそこであの議会襲撃事件が起きたわけですけどももし何らかの理由で えー、どちらも選挙人の過半数つまり270に達しない場合というのは、えー、新たに招集された会員があの各州1票で、えー、投票を行うということですねただ,ただしそ,のそうするとあのカリフォルニアみたいな民主党員の下院議員が圧倒的に多いところはカリフォルニア州が1票とするわけですけどもあの例えばワイオミング州のようなあのところもやはり州として 一票を持ってしまうと、まあ、そうすると州の優勢な州の数で決まってしまうわけですねそうすると現状では共和なのであの仮に仮にですけどもあのハリスが、えー、一般投票でトランプより多くてしかもあの少なくても確定した選挙人の数でトランプを上回っていたとしてもですねもし270位に達しない場合というのはこの下院での 各種一票での投票に持ち込まれる可能性があるとでその場合はトランプが大統領になるということですねでその確定するまでいろいろいいろろ揉めると思いますでその間はあの新しい会員議会の、えー、議長が、えー、代行を務めるということですねでもちろんここでもまた裁判所が最終的な決着をつける可能性はあるということです であのさらに疑い深いもんですからさらにあの調べてそもそもそも州によってはあの人口が少なくて下院議員が1人というところもある,あるわけですね例えばワイオミングとかアラスカとかノースダコタとかサウスダコタっていうのはそうなんですけれどもここでもし新しい下院議員すら決まらない場合どうなるんだということですけどもその場合はその州は、えー、州としての一票を失うことに なりますで、えー、全部で50州あって26州が、まあ、26人が投票しないと確定できないので確定するまでの間っていうのは議議会の、えー、会員議長が大統領を代行するわけです、ね、でもしじゃあ下院議長すら選出できない場合どうなるんだっていうになるとその場合は上院の仮議長が えーまあ、継承順位に従って代行を務めるとということですねちなみに上院の、えー、現在の仮議長はあのワシントン州から選出されてるあの女性のパ、えー、ティ・マレーさんなので、えー、そうすると彼女が女性初の大統領になる可能性もあるということです。 でも、これは若干、あの、テクニカルなことですけれども、こういうことを考えなくてよかったんですけれども、考えなきゃいけなくなってきてるっていうのが、今の状況ですね。だから、もう一つ、あの、重要なのは、議会選挙の状況かと思います。で、あの、二千八年の、あの大統領選挙以降ですね。ホワイトハウスを制した党が。えー 上下両院を制する傾向がありますで、唯一の例外は2012年にオバマが再選を果たした時に下院は共和党が維持したのが、まあ、近年だと唯一の例外です。で、今回ですけれども下院にか、ででまあ、下院というのはやはりもともと2年に1回全議席改選されますのでやはりこう大統領の 送り出した党っていうのは世論のそれだけ風が強いということですからそれを受けてあのの民民主主党党が、あの民主党じゃないあのそのホワイトハウスの党が勝つ可能性が高いわけですね。なのであのちょっと前まで「もし虎」とか「となんだろうほ,ほぼ虎」とか言われたところっていうのはもうこれだけトランプが勢いがあるんだったら下院も多分共和党が取るだろうというふうに思,思えたわけですね。まあ、なので このままだと大統領じゃなくだけじゃなくてあの議会も危ないぞということで支持率ではかなり拮抗して単純に見れば支持率は拮抗してましたけれどもやっぱりこうあのナンシー・ペロシさんとかがバイデンにまあ鈴をつけに行ったということですねで、えー、なのでやっぱりこう大統領になる党が下院でも多数派を取る可能性が高いということですね、えー、ただまあ一応形式的にはですね、えー 区割りの関係それからあの今回先ほど申しましたけどやっぱり中絶問題っていうのは各州で住民投票の対象になっていてその対象になっている州,あの州が全部で2 0ぐらいあるんですねなのでこうした状況を考えるとい、まあ、一般的には民主党の方が形の上では優勢ですねただやはり繰り返しになりますけど世論の風を受けやすいのでホワイトハウスを制する党がに 会員の多数派もなりやすいということかと思います。で、からもう一つはもう一つ上院ですね。上院に関しては今度形の上ではあのやっぱり共和党が有利だと思います。改選議席が民主党が二十三段のに対して共和党が十一とでプラス引退議員する議員に関しても民主党の方が多いので、えー、そうなんだろうなというふうに思います。で。 あのまあ、ちょっとまたずい戻ると時間かかってしまうのであの今の状況から言うと、まあ、共和党が先ほど示したチャートで上院の情勢もマッピングしてるんですけども、えー、共和党が今のところ51とからあの民主党が49という数字になってますなので、えー、今のところ上院は共和党が多数派を占める可能性が高いということですね。であの まだなんとなくまだそれでもボーダーにあるというのが2つあって1つはモンタナ州ですねあのジョン・テスターがいるモンタナそれからもう1つはあのシェロット・ブラウンのいるオハイオですねこれ両方とも民主,党議員ですけど民主党の上院議員ですけどもし、えー、彼ら2人がなんとか頑張ってい、えー、けば、まあ、もしかすると5050 50ぐらいになる。そししてホワイトハウスに、まあ、もし あのウォルツが入るんであれば、ぎりぎり民主党もあの上院で、ぎりぎり多数派をあの形成する可能性は一応あると、ただ、現状を考えると、教員は今のところは共和党有利というふうに考えるのが妥当じゃないかなというふうに思います。それで、今後、今が、それが今までのまあ選挙情勢なんですけども、 でえー、今後、まあ、もう少しその中期的長期的な観点から、えー、今後どうなっていくのかということでこれは、まあ、あの前回もどこかであのお話ししたことかもしれませんけどもあのもう一度ちょっと繰り返しておきたいと思うんですけど。あの やっぱりこう選挙とは同じくその分断という言葉も今アメリカを語るときに必須になっていてこの分断がどうなるのかというまあ選挙だけを見れば当然選挙っていうのは権力闘争ですからあのこの期間中はどうしても分断がさらに深まるというのはもう言う今でもないわけですけれども少し中長期的に見るとどうなるのかということですね。選挙結果非常に タイトな結果が予想されるので、そうするとなかなか負けを認めにくいとで、そうするとやっぱ感情的なもつれもあって、中にはその暴動とか。まあ、いろんな事件が起こりうる可能性っていうのも十分にあるかと思います。でま、そうした状況をあのさして、なんかアメリカが、えー 何ですか南北戦争のような状況になっているんじゃないかという声も聞かれますけども私は、まあ、南北戦争のようなあの状況にはさすがにならないと思いますあの当時に比べればアメリカははるかにこう統合されているっていうかインテグレートされて制度的にもインテグレートされているんですけどもただしあのちょっとこれ言い方気をつけなければいけないんですけどある意味では南北戦争の方があの かかりやすかったつまり南北で地理的にパンとこう明確に分かれてたので敵と見方がはっきりしてたわけですねところが今回はあのそうではなくてあのこの間もつ,あのつい1か1ヶ月ぐらい前ですけどアイダホ州に行ってあのクリスチャンナショナリストのですねあの結構力を増しててでそこの調査に行ったんですけどもあの、まあ、結構過激な牧師さんであの女性は。 男性に服従すべきだということを言ってるんですよ。で、あの女,女性にじゃあ主体性があるかっていうとそ、その服従していい男性かどうかを見分ける。その時には女性はあの主体性を持っているだろうというようなことを割とはばからずいう人がいるんですね。だから、であのでも結構そこがクリスチャンナショナリストのまあなんていうこう聖地みたいな形になってて、あの共和党の あの下院議員でこうよく陰謀論者なんじゃないかというふうにいわれているあのマジョリー・テイラーグリーンとかもあのあのの来たりとかですねあと元フォックスニュースにいたあのああ,あなんだっけあのいやいや,いや,いやケ,ケ,ケリーじゃなくてあのキャスターキャスター有名な今どうするっすあの有名なキャスターいますよね。で彼なんかとあの 対談したりだから全米的には非常に注目を浴びてる教会なんですけどもそ,の教そういった教会がある一方でもうその歩いて 10, 10秒ぐらい歩いたところにはあの LGBTQ だとかあるいはブラック・ライブスマターとかのこう支持することを大々的に歌ってるこう店があったりですねするわけですね。 5000ぐらいの小さな町なんですけども、あのあそこの店はあの教会の関係者が運営しているからあの買い物なんかしない方がいいとかっていうのことをオンラインでこう情報が共有されたりするんですね。なのであの分断はねそういう意味では地理的に分断はしてないし混在してるしもう非常に歩いて10秒のところに共存しているのでそういう意味ではかえってあの感情的な もつれっていうのは深いんだろうなというふうには、あの、思っております。なので、まあ、そこは、今日の分断のもう一つの南北戦争とは違った意味での、まだ難しさだとは思っています。ただ、まあ、このアメリカの分断ということを考えるときに。あの、私、私は、あの、まあ、研究者として、三つぐらいちょっと留保したいなっていうのがあって、一つは。まあ、やはり、アメリカというのは、もともと分断してたと、今まで一度も一つになったことはないと。独立すべきかどうか、憲法を作るか、どういう憲法にするかどうか、でも、常に。 あの、けんけん、学学の対立、議論と対立があったということですね。南北戦争、もちろんそうです。で、どちらかというと、この対立っていうのは変化するときの原動力にしてきた社会なので。そこは、まあ、日本の比較的、こう、調和を重んじる、妥協を重んじることを良しとするような。 その社会政治の風土とは違うので日本の尺度でアメリカのこの対立っていうのをこうこう分断という形だけでくくらない方がいいんではないかということは一つあるあの指摘しておきたいと思いますそれからもう一つはあのこれ逆説的な言い方になりますけれどもアメリカっていうのはもともと分断するように作られてたと、えー、つまりきあの決まらない政治っていうのをあらかじめビルトインしてたと思うんですね。これ誰ががビルトインしたたかとというと建国の父たちがあの つまりあの強大な権力を持った人だったらあのすぐものは決まるし実行できるわけですねしかしそれは良くないんだと、まあ、やはりあのあの王様を作らないというのがあのアメリカの人類史における実験国家たるゆえんですのでいかに王様にならないようにらないように権力を分散するかということがあの、まあ、建国の父たちの、まあ、知恵の見せどころだったわけですね。なので あのアメリカの州はプレフェクチャーではなくてこうステイトと、まあ、実質的なこう主権国家という意味でも用いられるこの言葉を使っているだからフランスの,あのとか日本の県に比べるとよりこう独立性が高い形にして、まあ、州,州の権利を多くしているというのも一、まあ、つこう決まらなくさせてる仕組みですね。そそれからまあ言うまででももなく三権分立もそうであるし それから、同時に、これは私、建国の父って結構偉大だったと思うのは。あの、世論すらも、世論の暴走っていうのは、一つの、あの、権力になり得るっていうことを警戒してたわけですね。なので、直接、あの、あの、有権者が投票してしまうとこうど。こう、一時的な感情に駆られて、あの。 変なな決断をしてししてまうかもしれないとだからあ,のある程度ものが分か,分かってるですね、えー、そういう人たちを選挙人として選んでその人たちにワンクッションを置く形で、えー、その世論の暴走のリスクをヘッジしたというふうに思います。まあ、ですので、まあ、いろんなたあの多面的というか多,多層的に決まらない政治をしてたと。だからそこを 局所的に見るとそれが分断しているかのように見えるわけですけれどもあ,のある意味王様を作らないための,その裏返しというふうに言えるのかもしれませんということですねそれからもう一つはあの分断が見え,見えやすくなったこれはつまり新しいあの情報環境によってあ,のある意味この情報の発信という点で、えー、より民主化されていった例え,ば例えばですからブラック・ライブスマターの時も ミネソタの店の前にたまたまいた女子高生があの黒人が白人警察によって、えーまあ、暴行されるのを撮影しててそれをたまたま SNS にアップしたのが全米に広がって全世界的なうねりになったということです多分あの、まあ、あそこまで殺すまではいかないかもしれませんけどあのぐらいのなんかこう非常にこうこう暴力的な。 振る舞いっていいとうのはろろんなところで起きてたと思うんですよねただそれがより可視化されやすくなったと、まあ、そうするとしかもそ,のそれを受けた時の反応っていうのもこういろいろあの反響しやすくなってその結果あのいろんなムーブメントが起きやすくなっていったと、まあ、それが傍から見ると、まあ、なんかいろんなところで常にこうプロテストの動きが保守の,の側でもリベラルの側でも起きてるということでなんかアメリカ社会非常にギスギスでやばくなってるかもしれないというふうに思うんですけどもただそれはある意味ではそ,のそういう意味では あのその従来隠されてたものっていうのが表に出てきているその段階における、まあ、言ってみれば民主的な民主化の証しというふうに受け止められるんじゃないかというふうにも思っております。じゃあ今の軍団と言われてる状況私は別に何とも思ってないかというと全くそんなことはなくてですねこれ,これも何回かお見せしているチャートなんですけれどもやはりあのケネディが暗殺されてあのキング牧師も暗殺された60年代。 ですね、公民権運動でも非常に反ベトナム戦争のデモに関してもギスギスしてた時代ですけれども当時において60年代半ばでもです、ね、政府への信,じあの信頼というのは77%ぐらい非常に高かったわけですでそれが、えー、まあ今日ではもう20%台あたりに入っていってしまっていると、まあ、途中景気が良かったりとかあるいはこう戦争のような状況になると、まあ、一時的に 政府への信頼が高まる時期はありますけれども全体として見るとかなりの右肩下がりになっているということですねこれは何を意味するかというとやはりその政治いわゆる政治エリートに対する信頼が落ちてきているということかと思います。でこれも私の本などで時々出している「ノーランチャート」というもので。 個人の自由、まあ、社会的文化的な自由とそれから経済的な自由というのをこう座標軸にとってですね、まあ、そして、えーまあ、その立場にあえて名前をつけているイデオロギーをマッピングさせたものなんですけども、あのー、この図でいうところの、あのー、従来の政,策政治エリート政策エリートっていうのはやっぱこう中道派だったわけです。えーでえー、この、まあ いろんな見方はあるんですけども一応便宜的に例えばこの左右の違いっていうのは、まあ、リベラルか保守かの違いっていうのはアメリカにおいてはあのやはりこう政府というのをですねどう見るか、えー、政府自由法人を良しとすると自由法人というのが自由を。 保障するんだというふうに考える人にとってみれば、やっぱりそれは右側の保守の側に行くわけですね。ところが、大恐慌の経験などもありですね。自由放任というのはかえって個人の自由を毀損してしまうんだと。一定程度やっぱり政府が介入することによって、真の自由というのは実現するんだというふうに考えるのが、まあリベラルだと。そして、まあその左に行けば行くほど、あの。えー、まあ。リベラル。 なるわけけですけどねあのそれでこの横の政府の役割をどう見るかっていうことのがこの左右の軸をあの基本でここが基本的にはアメリカの政治をこう引っ張ってきた力学の中心だったわけですけどもあの割と最近はあのむしろ政府の大小の問題は引き続き重要なんですけども、えー、その個人の自由というのをあのそのローカルな関係性の中で 捉えていくべきかそれともよりそのグローバルなあの開放感解放性のどちらかに見いだしていくかということによって問われているように思います。はい、えあのこの図で言いますとその権威主義っていう、まあ、権威主義っていうのはこれあのいろんな言い方があってあの共同体主義っていうふうに言っているところもありますしあるいは えーまあ、民族主義とかそれは国家主義という、まあ、そのナショナリズムっていうふうに言ってるところもあるんで別に権主義っていう言葉にあのこだわるつもりはないんですけどもあの要するに下の方に行けば行くほどですねこの個人の自由というのはやはり一定のローカルなあの枠とか価値によって保障 保障されてて初めて意味をなすんだっていう,ふうに考えるのがこの下の層ですねこのいわゆるこ,うここにある権威主義の考え方で上の方に行けば行くほどあのむしろそういうものから自由になると権威主義とかいわゆるこうナショナリズムから解放されるっていうことにやっぱりこう真の自由を見出すっていうのはリバタリアンの考え方ですね。で、まあ、従来この政治エリートっていうのはこう中道派でで、えー、まあこの絶妙なバランスの中を取ろうとしてきたわけですけども。 今見ますと共和党の側っていうのはよりこの権威主義の方にこう引っ張られていってる傾向にあります90年代のパット・ブ・キャランっていうまあ先駆的な存在もいましたしそれから今日のトランプそれから副大統領候補のバンスというのがまさにこの共和党のこの右バネというかこの下バネっていうんですかねこの図で言いますとねそっちの方に共和党を引っ張っていってると。でかたや まあ、だその点で考えるとやっぱりレーガン時代の共和党を知っている人からすると随分共和党変わったなっていう感を深くするわけですねそれから民主党の側っていうのはあのどんどん左バネが強くなっていってるとで、えー、この左の側を、まあ、よく英語でプログレッシブ、えーまあ、進歩派とかあるいはあの、まあ、メディアによっては急進左派っていう表現を用いているところもあるかと思います、えーまあ、要するにグローバル資本主義とか軍事的なグローバリズムっていうのが 格差拡大とか環境破壊、えー、あるいはその国際紛争の原因になっていると、まあ、つまりガザの問題っていうのはアメリカガザの責任っていうのはアメリカの問題なんだというふうにこう考えるような街もやっぱり民主党民主党のそうですね全米で大体 5%6% ぐらいいると言われていて民主党の中ではその、まあ、単純に考えるその倍ですね。ですから 10から12で大学というのは比較的こう若い層が人が多くてしかもリベラル色が相対的に強いので15%からン0ぐらいがこのプログレッシブの方に入るというふうに言われていますで非常に勢いを増しているわけですね。なのであの言いたいことは要するに民主党も共和党も中道派に対する求心力というのが失われていってむしろこの遠心力というのがあの非常にこう強まっていっているということですね。でバイデン自体は あの中道派なわけけですけども、まあ、しかしあのひこの左バネの左,左派の方の,その力から自由にはなれていないと思いますしそれから経済に関してはあのやはりこうアメリカ全体の中でこうアメリカファースト的なあのいわゆるこうナショナリズ経済ナショナリズムですねからやはり自由にはなれないと。 いうことで、おそらくこの傾向というのは、仮にハリスになってもですね。あの、社会の言ってみれば、政治的な潮流として、彼女があの、背負っていかなければいけないものなんだろうというふうに、思って、おります、えー。そして、あの。この中道派、つまり真ん中がどんどん欠落して、遠心力を強め、こう、強。強めていった結果ですね。なかなか、こう、アメリカの全体として、共通の。 あの現実認識とか現状認識を持つっていうことがどんどん難しくなっている印象があります。もっともその最たる例はやっぱりこの議会襲撃事件であのこれはまあ日本からすればあるいはこう民主党のあるいは共和党の恩恵派からすればですねこれはもうクーデターに近い暴挙だということになるわけですけれども、まあ、しかしこの現状認識すら必ずしも共有されているとは言えなくて、まあ、共和党の中の共和党のの あのまあ3分の1とも言われてますけどもあのまあこれはむしろ愛国的な行為なんだとあるいは言論の表現の自由だとかあるいはこう市民的不服従の,あの表現だとかあるいは真の民主主義者なんだというふうにこう捉えるわけですねだから全く現状はかみ合わないと。で同じことは例えばトランプさんが起訴されて一般的に考えれば起訴されたら その人が大統領候補になるなんてことは考えにくいんですけれども、しかし起訴されたことによって。ほぼ。もうどっちかというと、それまで。あの。フロリダ州のデサンテス知事に。勢いを。を。何ですか、こう。押されていたトランプ氏が一気に。息を引き返して。で。あの。共和党の顔に返り咲いていったわけですね。ですから、あ,あれも。やはり。この。 起訴されたっっていうのがやっぱり政治的なな迫害なんだとむ,むしろトランプっていうのは殉教者で英雄なんだというふうにこうそういうふうに受け止めるアメリカっていうのはやっぱりいると。で、えー、そのそやっぱりそれだけ共通の土台をあの共有できなくなってるということですね。で私はあのコロナ禍が起きた時にはやはりここまでの国家的な危機が起きればつまり人のまさに命と 財産をです、ね、脅かすような国家的危機が起きればさすがにあの求心力遠心力がどっかで止まって求心力というか協調メカニズムを回復するんじゃないかというふうに思ってたんですけどもあのそうはならなくてあのいわゆる日本でいうとこの3密を回避するかどうかとかマスクをするかしないかというようなことでそのこと自体が政治的なあのまあ 争点になっっていいたととうことですねちなみにさっき言ったクリスチャン・ナショナリストの教会ではですねあのその州政府が言ったあのいわゆるこうそういう危ないんでそのあの礼拝とかやっちゃいけないっていう例はそれは宗教の自由に対する侵害だっていうことであの無視してそれで集会を開いたと。でその州の州人が来て すすぐ解散しなさいっていうふうに言うわけですねで。その時の状況っていうのを全部録画あの動画に撮っておいてそして SNS に上げて「私たちは迫害されてますと助けてください」ということで全米からかなりの寄付が集まるわけですねそしてその寄付金を使ってあの自分たちの考えを広げるための学校を作ったりとかですねあのそういう活動に充ててるということですね。なのであの 日本の場合はまあその左とか右っていうのはまあメディアによって多少あるんでしょうけれどももしかしてあの時はちょっとマスクしましょうとか3密を守りましょうということに関してはあのやっぱりこう共通したあのに現状認識ってあったと思うんですけれどもあのアメリカではそこすらも危うくなってきてるということですね。でそれ以上に私自身が懸念しているのはあの例えばですけれども この選挙で敗れた側があの正式に決着公式的に選挙結果確定しなくてもあのその平和的な権力移行を可能,するため可能にするためにもう勝った相手に電話して敗北宣言をするというようなことですねそれから敗れた側も、えー、その新しい大統領の就任式には参加するというようなことで、えーまあ、その大きな革命に至らないような状況で言ってみればその大統領選挙という小さな革命を通して しかし平和に権力を継承していくというのがあのやっぱりこの従来アメリカを支えていた暗黙のルールだったと思います。でしかしそういうことすら自体もですね今あの共有できなくなっているのかもしれないというふうに危惧しております。で合衆国憲法のその建国の地の話先ほどしましたけどもあの憲法っていうのは非常に薄,薄っぺらいですし。 あのしかもその後修正条項が出る前っていうのはもっとスカスカだったわけですねしかももともと非常に短期間で突貫工事で作ったものですからあのあ抜け道はたくさんあるわけですしかしそういうことはしないよねというあのやっぱり暗黙のルールを前提としてそれでアメリカの民主主義っていうのはこう支えられてきたところがあって、まあ、そこにやっぱりクビルなんかは深い感銘を、ね、あの受けてたわけですねただその部分も共有できなくなってるのかもしれないというふうに思っています。 そうするとあの、ここまで現状認識ををなりこのルールといったものを共有できなくなった社会ってどうなるんだろうかということをあのこう考えていて世界史レベルでここまでこう遠心力が働いて協調メカニズムが働かなかった社会がそれを回復していったケースってあるんだろうかということをこの45年ずっと考えていてですけどないんですよねあまりね。で あのワイマール共和国の場合も結局、まあ、経済的な理由もあるんでしょうけども世論の,分けその裂け目の中からこのナチズムのようなものが台頭して民主的な手続きを経て権力を掌握していってでもそれがどう克服されていったかということを考えるとやっぱりある種破滅的なことを一回経験した上であの国家としてまた再生していったということがあるわけですね。ななのででををももっっても求心力を回復できなかった社会 っていうののはこの民主的なプロセスをどう回復していけるかですねで、えー、と民主主義アメリカの実験が始まってまだ250年ぐらいなんで長いっちゃ長いんですけどももしかして人類史に考えてみればまだ非常に短い期間しかなくてもしかすると民主主義って極めて特,特殊な状況の中で特殊な時期だけに可能だったいくつかのいろんな要因があって初めて偶然可能だっただけであって何も永続的に続いていく。 あの歴史の終わりをですね終点になるようなものでも何でもないのかもしれないということをあの考えたりしています。で、えー、まああんまり相談な話をしてもしょうがないんですけどもそうした中で割と今回の選挙戦等を通してこのアメリカの選挙を見てて私は少しだけ関心があるというか若干の希望を感じていることは今回のまあ今回の 副大民主党の副大統領候補になっているウォルツですね彼はもともと彼の地盤というのはあの共和党がずっと勝利してたところで、まあ、民,主あの民主党議員として下院、まあ、議員として勝ったわけですよね。で、まあ、ミネソタ州自体はあのブルーステートなわけですけどもそうじゃなくても例えばレッドステートの中でも非常にこう人気があるレッドステートの中でも人気のある民主党系の知事っていうのは例えばいるわけですね。例えば あのまあ、今回、もうちょっと副大統領候補に名前が残りましたけれどもケンタッキー州のベシア知事まだ若いですけれども彼なんかはあのそういう存在ですねそれからあるいはルイジアナ州で、えー、前の知事だった、えー、とジョン・エドワーズですね彼も民主党知事でありながら非常に人気があったとそれからその逆もあるわけですねあのブルーステイトの中で非常に人気があった知事もいる共和党の知事もいるわけです。例えばマサチューセッツで人気のあった あのあのチャーリー・ベーカーですね知事もそうだしそれからメリーランドでそっ、えー、かこれは今まだ上院選出馬中か、えーまあ、でも、えー、メリーランドで、えー、知事を かつてしてて、今上院選出てますけれども、あの共和党のラリー方眼なども人気があったわけですね。なので、あの結構グルーステートの中でもあの頑張ってる共和党の知事もいるとだから、こういった人たちがま指、あ、導者の持ってる。その政治的な振る舞い方ですね。非常にこうプラグマティックだと思うんですよね。あまりこう。イデオロギーで原理化した。原理主義的なことで言っちゃうと。もう。これはもう再現なく。 対立は深まっていくわけけですけれども実際の人々の生活例えばベシア知事の場合だとあのケンタッキーなのでこう竜巻とか洪水とか、まあ、そういったことに対してこう非常にこう手厚く支援していったということに関しては共和党からも多分アプリシエイトされているということでどういうふうにだからまあ全く二ゼロギー対立にしないような形でプラグマティックにものを収めていくときに この今のある分断を克服していくですねあのもしかすると手がかりがあるかもしれないということで目下、まあ、ちょっとこう大きなことも考えつつ実際のそういう実際の政治家たちの取り組みなどもいろいろ分析しているところではあります。えー、ということであの一旦ここで話を止めさせていただいてあとは皆さんからいろいろご質問いただければと思います。ごご聴ありがとうございました 先生,先生、あの、興味深いお話をどうもありがとうございました。分断っていうところで。あの、アメリカ人が。こう。 本来大事にしていたフェアプレーとか正直とかそういう価値観もどんどん変わっていっちゃってるのかなというのをお話を聞きながら思いましたしあの我々プレスよくアメリカ民主主義陣営のリーダーだっていうふうに言うんですけれどもそのリーダーがリーダーである国がリーダーを選ぶ選挙においてこういう状況なのかというのでいろいろ思うところのあるお話でした。 えー、それでは皆さんからの質問をお受けいたします。質問の受け付け方をもう一度ご案内いたします。会場で質問のある方は挙手をお願いいたします。私が指名しますので近くのマイク両側にありますので、えー、マイクを使ってお名前とご所属をおっしゃってから質問をなさってください。オンンライでで参加されている方で 直接質問したい人は、ズームの画面の下の方にある手のマークのボタンですね。挙手を押してください。えー、私が指名しましたら、ミュートを解除してご質問をしてください。えー、テキストでの質問、えー、Q&A にお名前とご所属を添えて送ってください。私が代読します。えー、っと、それではまず会場から。えー、っと、じゃあ森さんから。 入ってるのかな。読売新聞の森と申します。今日はどうもありがとうございました。あの具体的なあの一種二つについてお,お伺いしたいんですけれども、一つはロシアウクライナ戦争です。あのこの問題ウクライナをアメリカが支援し続けるべきかどうかといったことは今後の選挙戦で争点になるんでしょうか。 というのが質問の一つ。からもう一つは、あの、これは外交と内政がくっついているような問題だと思うんですけれども、えー、日本製鉄が US スチールを買収することがアメリカで問題になっています。まあそういう計画が問題になっています。で、あの、トランプは反対、買収に反対したと。それからカマラ・ハリスも2日に発言して、 US チールについて米国が所有する企業であり続けるべきだと発言したということでどうしてこの問題がそういうあの大統領選の候補者がそうやって関連する発言をする問題になってしまったのかその背景をお伺いしたいと思いますすす以上ででありががととううございいまウウクライナ支持ウクラライイナナ支支持援というのの選挙の争点になるかです。 けども、あのー、まあえっ、ー、と来週の10日の討論会でもあその質問の候補の一つにはなると思うんですよね。だからそ,その意味で争点、それを争点とするんであれば余分であれば争点になるんだろうとは思います。ただその時の論議やり方っていうのはそのアメリカの中でその世界の中でのアメリカの役割かりうんうんっいうような形ではなくて、そのウクライナにこれまで えこう与えてきたそ,のそれだけのお金があるんだったらもっとそのむしろ移民問題と結びつけてですねアメリカ国内の,あの国境管理強化のためにつな使うべきではないのかということをめぐってあのおそらくそのハリスとトランプの間で。 議論されると、そういう意味で、あの争点化されるんじゃないかというふうに、そういうことにココンテクト。文脈化されてですね、あの争点になるんじゃないかというふうに思います。えー、それからユースシリーズ、ゆうすりで、あの、まあ、これは経済的な合理性だけを考えれば。 あの買収には意味があるという見方もあるんですけれども、まあ、しかしあの、人間は経済的合理性だけで動かないということで特に選挙イヤーということを考えるとあのペンシルバニアというのの、まあ、ピッツバーグにあの拠点が本部があ,のあるわけですね。そしてあの アメリカの鉄鋼組合というのは今、組合数が85万人ぐらいいると思います。あの85万人ぐらいいだと思います、ね、で、えー、今回の選挙でやはり激戦州はペンシルバニアでありそこを言ってみれば代表するしかもそのさらにはそのアメリカの製造業を代表するようなです、ね、会社しかもその絶対に欲しい労働組合の票。 であるとでそこが外国の手に資本の手に渡るということっていうのはこれはいくら経済的に合理的性であってもやっぱり感情的あ,のあるいは政治的にはなかなかあの難しいというか、まあ、タイミングが悪いという,ふうこ,ことかと思いますね。 政治化してししててままっいるなという気はしますねで、まあ、どうなるかというのはまだわからないんですけどもしかし CFAS がですね安全保障上の理由をもって、まあ、勧告してしで大統領が中止命令を出したらそれはいくら裁判に訴えてもものでそれをひっくり返すっていうことは結構難しいと思いますね。 と,とりあえず、もしそれ以上あれば、もしあれですけど、とりあえずここまでにしてください。えっと、あの、この列の一番後ろの方。ありがとうございます、えー。個人会員の川崎と申します。えー、っと、前の大統領候補のテレビ討論で。 バイデン大統領が答えられなかったり、言いよんだり、まあ、間違えたりする姿を見せられた直後から、多くのメディアがバイデン大統領の立候補の取り、取り、自、ま、体、あ、あを、うんうん、提言しました。とりわけ、すごかったのがニューヨーク・タイムズで、社説からコラムニストも総動員して、大キャンペーンを展開したわけですけれども、 あのまあ、トランプ再選阻止の危機感の強さの表れとは思います、これほど激しいメディアのキャンペーンというのは、これまでもあったんでしょうか、これほど起、ま、死、あ、鮮明にして、まあ、あのしたことというのは、ニューヨーク・タイムズにとってはどのような今後の影響をもたらすでしょうか、日本では考えられないメディア現象なので、渡辺さんの印象とか分析をお聞きしたいと思います。 まあ、メディアの公平性とか、あの、テレビの報道についても、何かあれば一言、ありがとうございます。あ、ありがとうございましあの、今のご質問にお答えする前に、わ、忘れないうちにお答えしてますけど、さっき、名前を思い出せなかった。フォックスニュースの元司会者、高川カ代さんです。はすみません。あの、それで、そうですね。あの、バ,バイデンの討論会の後に、ニューヨークタイムズが。あの、撤退を。 あの社説をかけたっていうことが言ってみれば、まあ、民主党内での雰囲気を。まあ、世論形成に大きな影響を与えたと思います。まあ、あの新聞の社説が。記者を鮮明にするっていうのは、アメリカでは、その珍しくないことなので、まあ、その意味では驚き。あの、アメリカを見てる。人間からすると驚きではないんですけども。あの。あの時の状況というのは。このままだと。 えー、大統領だけではなくて大統領選だけではなくて上下両院も共和党に取られてしまうとで既に最高裁判所はもうかなり六三であの共和党系の人のが判事についてますから,からそうすると、まあ、もう完全にその三権全てがあの共和党になってしまうという、まあ、そういった危機感が前提にあって、まあ、ここはあのやはりまあ バイデン撤退しかないというまあその新聞社メディアとしてのやっぱり判断だったんでしょうねでうんそ,そ,それ以上になるど,どういうお答えをすればよろしいですかこら政治報道かれいわゆるメディアのこう、うん あのまあ、でもこれまでも例えば比較的共和党系と保守的とされていた新聞が例えば前回の大統領選挙でもあのトランプは支持しないとかいうようなことを社説で表明したりすることもあったのであのその辺は別に民主党だから共和党だからっていうそういうことじゃなくてやっぱり新聞社は新聞社としての,あの意思表明をするということ自体は まあ、否定できないかなとは思いますね。えー、あのその一方でメディア、あの少しちょっと脇道にちょっとだけずれると今の分断状況っていうのにやっぱ拍車をかけてるっていうのがメディアでそれはやっぱりマーケティングの話もあると思うんですよね。で あのやっぱりメディアの責任としてもっとそのどちらかに保守かリベラルかに基地を鮮明するんじゃなくてやっぱりバランスをとって報道すべきじゃないかというのそれは正論なんですけどもしかし実際はあのその購読者を稼ぐと獲得するとかあるいはアクセス数を稼ぐっていう時になってみるとやっぱり右にしろ左にしろやっぱり大きく強くぶれた方があのより反応はよくなると。 いう、そういうこう経済的なメリットを考えてしまうと、なかなかこう。正論としての中道を貫くっていうのは、こう難しい状況になってきてるのかなということは、まあもう一つあの。関連したことで、付け加えておきたいと思います。ありがとうございます。と、一問オンラインから取りたいと思います。はい、朝日の沢村さん。えっと、ミュートを解除していただいて、質問をお願いします。 失礼しました。じゃあ、あ三浦さん、どうぞ。沢村さんがいなくなっちゃって。あ、個人会員の三浦です。渡辺先生、今日はありがとうございました。えっと、私はお聞きしたいのは、ガラスの天井が破れるかということなんですけども。まあ、八年前、ヒラリークリントンが破れたときに、やっぱり男性優位主義で。 あのマッチョイズムのアメリカの中でやっぱり、えー、女性ということで嫌われて登場しなかったということも言われましたが今回のカマラ・ハリスさんと比較するとまあ個人の資質とか戦略で違いがあるのかということともう一つはこの8年間にアメリカの社会の変化というものがあるのかどうかという点で、えー、伺いたいと思いますありがとうございますあのー、今回見てて 面白いなとと思っていることは、ヒラリー・クリントンの時は「I am with her」とかねあの私は彼女と一緒にいるんだとかっていうようなことをこう強調したりとかあるいは女性とといううことをかなり全面に掲げたと思うんですよねでそこがまあ一定のバックラッシュを生んでしまったっていうところもあってそのことを多分踏まえてだと思うんですけど今回。 ハリスの、まあ、そんなに多くの場面まだあの見てはないですけど少なくと民主党大会とかを前,前後のような演説などを見てみるとあまりこの女性初の大統領がいよいよ誕生するようだということは強調してないと思いますねだからここはやはりクリントンヒラリーの時の教訓を得てるんだろうというふうにあの思います、えー、それであのアメリカ社会のガラスの天井ということで言いますと あのついこの間まであのいわゆるこの反イスラエルのデモがあってハーバードの学長が、まあ、自立上あの、まあ、まあ解雇というかクビになる前まではアメリカのアイビーリーグと言われてる、まあ、古くからある、まあ、伝統校ですね7つかやつあったと思いますけどもあのそこの学長は全員女性ですね。今今もアイビーーーーリグのの女性はそのハーバードは今あの 暫定的に男性が今ついてますけれども、まあ、しかしあのそれ以外は全員女性の学長だとだから日本のでもじゃあその伝統校東大とか京大とか早慶とかどうなのかっていうことになると、まあ、やはりかなりアメリカの方がそういう意味では女性の社会進出が進んでいると思いますねだからそういう意味でのガラスの天井っていうのはあのかなり崩れてきてるというふうに思います。であの 私個人があえて言うんであれば多分アメリカは女性初の大統領を受け入れるほどあの受け入れることはできると思いますた,ただしその際ちょっと個人的にあのどうかなと思ってる点はあのやはりアメリカの大統領っていうのは 軍の最高司令官ででもあるわけですねそれでアメリカ軍というのは普通の国の軍隊とは違ってやっぱ世界最大にして最強の軍隊であのそ,あのその責任者にトップに女性をつきで構わないのかという特にそれあのなかなか軍隊流の,このマ,マッチョ社会を前提としてそれをもう 当たり前のこととして考えている人たちも少なくないのでそこをクリアできるかどうかっていうのが個人的には関心があります、ね、でもしハリスが大統領になって国防長官が誰になるのかっていうこともいろんな名前出てますけども例えばミシェル・フロノイとかねああいう非常に聡明な人だと思いますけどもじゃあその最高司令官も女性で。 国務、国防長官も女性っていうね、そこまではどうなのかって考えると、アメリカ社会ってまだそこまでは。なんていうんですかね、こうプログレッシブではないんじゃないかなっていうのは、私のガット、ガットフィーリングですね。ね私のガットフィーリングは大体間違っていると思いますけども、まあまあでも、そ、そんな感じです。あ、沢村さん、どうでしょうか。聞こえますでしょうか。 聞聞こえますす朝日新聞の沢村です、えー、2点質問ささせてくださいあの先ほど先生がです、ね、おっしゃられた中であのアメリカの価値観アメリカ社会の価値観の共通土台がなくなっているというお話でした。でこの理由は多分いろいろあるかと思って多分それだけで話してたら多分相当な時間になるんじゃないかと思うんですけども、えーまあ、主に何,何だとお考えであるか、まあ、メディアの問題も先ほど出てきましたし まあ、モビリティが下がってるっていう話もよく聞きます。司法への不信感が広がってるって話もありますし、まあ、宗教的な要素とか、いろんなものがあると思いますけど、どの辺だと、本人お考えかっていうのは、それがまず最初の質問で、もう一つは、まあ、今後ですね、アメリカのデモグラフィックな変化、まあ、特に例えば、えー、白人の少数化ですけれども、1945年には、 まあ過半数を半数あるとかですね言われてますけどもその辺が何か影響はするのかないしはまあ少子高齢化もありますけどもその辺が何かそれを加速する方向になるのかそれともそれを解消する方向になるのかその辺どういう,ふうにお考えなのかお,あのお考えをお,お聞かせいただければと思いましたありがとうございますありがとうございますあの前半ですよねちょ,ちょっと音が特許だけですが分,分断状況の原因あえっ、ー、とアメリカ人に今共通 あ、そういうことですよね。はい、わかりました。わかりました。はい、ありがとうございます。あの、そうですね。ざっくり言うと2つあるかと思います。で、一つはあのやはり格差の拡大だと思います。まあ言い換えるとそのあの格差の拡大ってしまうとはあれですけど言、言い方を変えると中間層、ミドルクラスがあの壊れているということですね。アメリカのあのやはり民主主義の あのその市民が主体になって政治を行う時の核になっていたのはやっぱりミドルクラスですでそのミドルクラスがあの上下に分解してきてるっていうことですねでそこはあの別にピケティを引用しなくてもですねやっぱり1980年代ぐらいからあのこうかなり人味係数などを見ても、うん 大ききくなってきています、まあ、いわゆるこう新自由主義的な政策を取りていった結果ですねあの、まあ、起こるべき,起,き起こるべきして、まあ、その格差を拡大していってそ,のそれは経済的なことだけじゃなくて価値観とかライフスタイルとかですねあのそういった面でもこうあのかみ合わなくなってきている一つの要因かと思います。それからもう一つはあの 94年ぐらいに、まあ、それまで議会っていうのは基本的には民主党が優勢だったわけですけれども94年の中間選挙であの逆共和党が逆転したわけですねつまりもう共和党と民主党の勢力が拮抗するようになってでそれ以降やっぱり相手をに勝利するためにより従来も,、まあ、もうそうでしたけど従来以上にネガティブキャンペーンっていうのが激しくなっていったと。であの 1980年代ぐらいの選挙広告とか見てるんですけど今から思うと別に可愛いもんだなと思うぐらい恩恵なねやっぱり今どれだけどぎつくなってるかっていうことを驚くんですけども、まあ、こういう,こう選挙のたびにつまり2年おきにですねあのこういう中小合戦を30年以上も続けてればですねそれはなかなかこう考え方も変わってくるあの旅合わなくなるわなっていう。 ことですね、で特に近年は、まあ、言うまでもないですけれども SNS でそのフィルターバブルとかそういったような現象が起きてあのより現状がかみ合わない状況になっているのかなと思います。であの2番目のご指摘で人口動態の変化ですけれどもあの私が今の分断を克服していくにもしかすると楽観的なシナリオとして まあ期待できるかもしれないと思っているのは、この人口動態の変化なんですね。で、あのアメリカ社会は人そのいわゆるこう人種ということで言っても宗教という点に関してもますます多様化していくと思います、えー、そしてあの一方で若い世代っていうのは上の世代と比べると上の世代と比べるとですよ。あのより。 その社会正義とということに関しててて敏感になってきているつまり環境問題とか格差とか銃とかですねそういうことに対して敏感になっていっているとであのだから今こそ今こそ LGBTQ の権利がどうのこうのとかあ,のあるいはその、えー、人工妊娠中絶がどうのこうのっていうことも問題になってますけども多分20年後30年後になるともうそんなことは問題にならなくなるかもしれないと。 であの今はやはりこうかなり白人があ,のあと20年後ぐらいにはあの過半数切るかもしれないという,う大きなアメリカがこれまで経験したことのない過渡期でもあるのでそれが故にバックラッシュも強いかもしれないけれどもやっぱりこの後20年後30年後40年後になればですねもう過去のものとしてあのよりもし,かもしかするとある種の,こうあのリベラルリベラルというのはこの場合民主党的なリベラルという話も意味しないんですけどもそのある種のリベラルな価値観というのをあの共有して えー、あの少なくとも今ある対立状況とは脱却できているかもしれないというふうには思っています、ね。ただそれはかなり楽観的なシナリオで悲観的なシナリオというのもあるんですけどそれはちょっと今時間がないかもしれないので割愛させておきます。いやありがとうございました 先生、今日はどうもありがとうございました。えっと、2点ばかり質問あります。あの、先ほど出たんですけれども、私は、あの、エマンデオンラインの糸永と申します。ということで、エマンデへの質問になるんですけれども、え先ほどもお話出ましたけれども、えー、日鉄のシン、えぇ、ー、u s s の買収がですね、まあ、まあ、近くバイデン大統領が、まあ、まあ中止だっていう、これもやりましょうっていう命令出すっていう報道されてますが、まあ、先ほど先生おっしゃられたとおり、まあ、ペンシルベニアっていうのが、まあ、スイングステートの中でも19人でしたっけね。 あの選挙人がいて非常に大きな州だっていうことがあってこれはもう落とせないからっていうことでまあ政治的な判断でやるんでしょうけどで,ではちょっと一歩進んでですね大統領選挙終わって新日本製鉄が一旦取り下げてその後また US スチールをですねまあ大統領が誕生した後に買収すると言い出した場合これは成立する可能性があるのかそれともいやいや一回脳を出したんだから。 ということになるのか、あるいはまあ、民主党政権がノーを出したんだから、次、例えばトランプになれば、いや、やっぱりいいよっていうことになるのか、そのあたりの見通しを一つお聞かせいただきたいっていうことと、もう一つはですけれども、えー、今回ですね、まあ、アメリカの世論が盛り上がってるかどうか、ちょっとよくわかんないんですけれども、あの、なぜ、 日本企業が買収したらこういうことが起こるのかと。例えば、ビッグスリーの一角であるクライスラーは、最初にドイツの会社に買われて、その後、えー、イタリアの会社に買われて、現在、あの、プジョですよね、フランスに買われてますけど、こんなもん反対があったって話は聞かないんですね。 でまあ、アメリカの世論的、政治的にです、ね、であの黄色人種の企業に買われるなんてとんでもないっていう民族差別、まあ、人種差別的なものがあるのかどうか、その先生のまあ、ちょっと先生の判断というか、まあ、実際、こういう感じじゃないかというのを教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがととうございますあの,シーファスのルールーしして一旦あの勧告した 扱った件に関ししてはは同じ話はもう一回蒸し返さないいいうねね繰り返さななんです、ね、だなのでもしあの一回引っ込めてまた新たにっていうことであればまた別の理由であの判断を変えるだけの根拠をあの示さなきゃいけないっていうのが、まあ、テクニカルな問題ですね。うん、でまあそれがかあの可能になったということを前提にしてのお答えなんですけどもあの私は大統領選挙が終わった後でもやっぱり難しいと思います。 えー、なぜかというとあの先ほどお話したようにやはりこうバイデン政権からハリス政権に変わったとしても今のアメリカに漂っているこの経済ナショナリズムですね、えー、この,あの流れっていうのはそう簡単に変わるとは思っていないというのが一つですねそしてあのもうす,あのすぐに2年後には中間選挙がありますし、まあ、それから4年後にはまた大統領選挙があると。 いうことになると、まあ、やはりその要するに US スティールを売った政治家というようなレッテあるいは売った党というようなです、ね、これはレッテルを貼られてしまうということがあるのであのやっぱりあの選挙終わっても難しいとは思いますね。だからまあまあ、もしかするとですけど今 US スティールの CEO があのもし無理だったら他のところに工場とかも全部移すって言ってますよね。だそうなった時 に結局工場を移するとペンシルバニアにとってはより大きな打撃になるわけですからその時にもしかするとその世論ないし労働組合いの方もですね考え方を多少軟化させるとかそういう可能性はなきにしもあらずかなと思いますね。 っていうのはやっぱりこう労働組合の方からやっぱ相当あ,のある意味ではその自分たちを何て言うんですかこう見捨てて他の地に移っていくなんてとんでもない経営者だっていうような形でやっぱ相当また別の意味での圧力が変わるかと思うんです、まあ、そこが見極めどころが多分今後の展開の焦点かなというふうには思います。 2番目のこれが日本と関係あるかですけど私はあの日本だからことはないといな思ますねあのむしろ日本はもう90年代の,あのロックフェラーセンターとかの辺を買ってた頃とはイメージが全然違いますしあの同盟国としての信頼度も非常に高いですからあの別に日本だからというよりもやっぱりこう外国企業に対してというところが大きい。しかもあのその ラストベルトのがとても大切にしてかつての繁栄の基盤になってた大切な産業を象徴する、ね、ところなんで、まあ、日本でも多分そういう企業っていくつかあると思いますけれどもそこを例えば買収するのが別にあのアメリカであろうと、ね、どこであろうとやっぱり感情的にしっくりこないっていうのはことだと思いますね。 えー、トランプさん、4つの裁判で起訴されていますが、選挙戦への影響はどうなるのでしょうか、また大統領に仮になった場合、起訴された裁判の行方はどうなるでしょう。ありがとうございますあの、まあ、大きく4つありますけれども、あの大統領選挙までに影響がありそうなのは、あのニューヨーク州での口止め料なんですよねで、それは9月の18日ですかに、に量刑言い渡しになっていると思います。でそこも あのえーそ,まあ、そのトラン大統領に対する面積特権のこう拡大解釈っていうのが当てはまるのか当てはまらないのかっていうことをめぐって今争点になってると思いますけども、まあ、もしそれがそうあの当てはまらないつまりやっぱり9月18日に量刑言い渡しになるっていうふうになったとしてもどうですかねあの彼の年齢とか それから前科がないということを考えればそのいわゆるこう実刑になるっていう可能性は少ないんじゃないかなと思いますね罰金刑はあるかと思いますけどもで実刑にならないんであれば選挙戦への影響ってないあまりないんじゃないかなと思いますね。で他の裁判はまあその大統領選挙が終わるまでは少なくても始まらないんですしもしトランプが勝てばあ,のあれですね 裁判に関しては自分の息のかかった司法長官を任命して、そしてその争い自体を潰せばいいわけですから免れますね。だからあの唯一残るのはあれですか？あのふふ、えー、と、えー、ジョージアかジョージアでの選挙の結果をなんか覆そうと思って介入してきたかどうかっていうのはあのあたりだけになるかもしれないですね。 だからあの襲撃事件に関与したんじゃないかとかあの機密文書を持ってただろうっていうのは、まあ、事実上みすすここととととできるいいうことかと思いますそろそろお時間ですけれども最後に私から質問をさせていただければと思います。あの来週のテレビ討論会の見どころのこう予告といいますか先生ご覧になってハリスさんの強みと弱みをどういうふうにご覧になまか なるのかっていうのと、あとあのトランプさんはこう今までのパターンからいくと、昨日内輪で取りまていろいろなことを自分の言いたいことだけ言うと思うんですけれども、こうそのハリスさんの場合どういうビヘイビアが一番受けるというふうに思われますか。そのあんまり攻撃的に反論したり攻撃すると意地悪女だ。 っていうふうに言われるだろうしきちんと反論しないとそのあやっぱダメじゃん準備できてないねっていうふうに身内から思われるかもしれないしそのなかなかそのバランシングアクトが今彼女難しいと思うんですけれどもあの先生がハリスチンへのアドバイザーだったら対トランプで <laughs> どういうふうにしろというふうにおっしゃいますでしょうか ありがとうございます。あの、ハリスのことは多分大石さんの方が。詳しいと思うんで、私は <laughs>。むしろ聞きたいぐらいなんですけども、あのー。今回、ハリス陣営がトランプについて語ってる。まあ、使っている言葉でウィアードという表現がありますね。まあ、あの、まあ、日本語で言うと、ちょっと。変っていうか、キモいとか、そういう意味なんだと思うんですけども。要するに、アメリカの、なんかこう。 常識からちちょっとと逸脱したた奇妙な人たちっていううニュアンスだと思うんですよ、ね、であの一つはやっぱりこうトランプがそういうあのいかにウィアードな人かっていう、ね、ことをあの際立たせるようにうまく挑発していくとつまり不規則発言をどん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 したりとかしてくれればしてくるほどあの無党派とか穏健派の人たちっていうのは離れていくと。 ガンマンは喜ぶかもしれないですけどねだから、ままあ、相手をいトランプをいかにこう挑発させるかというのがポイントですねそして逆にトランプからもいろいろ叩かれると思うんですよね先ほどの変説したじゃないかとかねでうん今ちょっととっさに浮かんだのは例えばあのレーガンと昔レーガンとモンデールがディベートをやった時にあのモンデールがレーガンの年齢のことをずっとねこう、うん 必要に追及した時にまたその質問かっていうような形でねでなんか同じもうあなたがやってるねそのトランプがやってるこの反論の仕方とか攻撃の仕方とかねなんかニックネームつけたりとかああいうのはもう古びたねプライブックだということでまだそんなことやってるんですかというような形であのまたそれですかみたいな形でねあのでむしろそういう古い政治は終わらせて前に進もうじゃありませんかみたいなことに。 行くっていうのが私が私のガットフィーリングではありますけどねでも繰り返しのすぐガットフィーリング大体間違ってるんでどうなるか私自身も興味を持ってどうか見てみたいと思います渡辺先生今日はどうもありがとうございました、えー、記者会見これで終わります